コーチビルダー Realize Your Dreams。お客様の夢を作るコーチビルダー小平産業株式会社。ダンプトレーラーからダンプ、ピラボディまで、さまざまな物流シーンに対応する豊富なラインナップ。使用環境や積み荷に応じた最適な素材や機能、安全性を考慮した設計。小平産業では、最新技術と匠の技を融合させ、日々変化し、多様化するお客様のニーズに合わせた製品を、ご提案、ご提供し続けてまいります。小平産業は1938年、小平重工業株式会社の名称で設立。旧中島飛行機株式会社、現スバルの専属協力工場として、戦闘機はやぶさ、はやての時空ケアボルト、ナットなどを生産。1945年、終戦とともに称号を小平産業株式会社に変更。事業内容を農業、土建並びに家庭用食器の製造、販売、修理に変更し、民需品製造へと踏み出しました。1948年以降、トラック、バスなどの自動車ボディの製造および初期回器具の製造を開始、ピラボディやダンプボディなど大きな進化を遂げます。1970年代には初のキャンピングトレーラーを開発。その技術は大型セミトレーラーへと転換。1990年代は新基準に合わせて自社開発のセミトレーラー型自動車の型式を取得。新たなトレーラー開発が進みました。2000年代、フラッツモールニューコンセプトトレーラーを軸に、ダンプトレーラー、ダンプボディ、ピラボディなど各種トラックボディの製造販売を行い、2018年には創立80周年を迎えました。これからもカスタムメイドをコンセプトに、お客様一人一人のご要望にお応えしてまいります。フラッツモールニューコンセプトトレーラー、それは小平産業の技術の粋を集めた先進のトレーラーです。世界最高水準の安全性と高い経済性を提供し、環境にも考慮した新時代のトレーラー、その進化した技術をご紹介いたしましょう。まず最初に安全な足回りをご提供する EBS電子制御ブレーキシステムです。 EBS はブレーキ制御を電気信号で行うことにより、トラクターのフットブレーキを踏んでからトレーラーのエアバルブを開くまでの時間を短縮し、ブレーキの効き始めを早くします。時速80キロでのフルブレーキングでもトレーラーの制動姿勢は変わらず、安全に停止することができます。制動距離も従来型に比べおよそ 30% も短縮することができます。エアサッシャ、リーフサッシャ、すべてのシャシーに標準装備しております。さらにエアサッシャでは EBS に組み込まれたソフト ROC によりトレーラーの横転事故を未然に防ぎます。オーバースピードでカーブに進入した場合や急なハンドル操作など横転の可能性がある場合、つまりトレーラーが傾き始めるとブレーキを自動制御し減速させ横転を抑制します。世界最高水準のブレーキ性能が安全性の向上に貢献いたします。続いては E-CAS 電子制御エアサスペンションです。 E-CAS はエアサスペンションを電子的に制御し、
後輪からの突き上げによる振動を巧みに吸収、ドライバーへのダメージを和らげるとともに、トレーラーシャシーや道路への負担も軽減します。この E キャスには車高調整機能が搭載されており、ダンプアップ時にはあらかじめ設定された高さに車高が下がり、安全性を向上させます。万が一車高を戻し忘れて走り出しても、速度を感知し自動的に走行モードに復帰するようにプログラムされています。まさに進化したサスペンション、それが E キャスです。3つ目は注目のリフトアクセルです。リフトアクセルは先にご紹介した E キャスと連動し、積み荷の重さに応じてトレーラ後部のアクセル二軸が自動的にリフトアップ、ダウンする優れた機能です。荷台に6から8トン以上の積み荷が乗ると自動的にアクセルが下がります。逆に帰りなど空荷や積み荷の量が少なくなると自動的にアクセルが上がります。つまり帰りは一軸走行になりますから、さまざまな面で輸送のコストダウンを実現します。例えば高速道路では料金区分が特大型から大型となり、通行料金が約 40% も削減できます。路面抵抗も減少するので燃費も良くなり、タイヤやブレーキシューの消耗も抑えられます。これらの経済効果は大変大きなものとなります。それでは小平産業の最新型ダンプトレーラーをご紹介いたしましょう。ブラックモール型土砂用アルミダンプトレーラー、2015年3月、保安基準と道路法が改定され、セミトレーラーの総重量は36トンになりましたが、ダンプで運ぶバラ物は固定できない積み荷ですので、ボディに特別な強度が要求されていました。しかし近年運行の安全性が認められ、ボディの強度基準が緩和されました。そこで登場したのが車両総重量36トンでは国産初となるアルミダンプトレーラーです。従来のスチールボディに比べ約 1.2 トンもの軽量化を実現、錆や腐食に強く美しい外観を維持します。床面には耐摩耗ゴムを貼り、強度・耐久性を向上させました。フラッツモール型エアサストレーラーとの組み合わせにより、最大積載量28トンオーバーという最高クラスの積載量を誇ります。2020年度グッドデザイン賞を受賞いたしました。フラッツモール型土砂用軽量 ST ダンプトレーラー、 ROC 内蔵の EBS 搭載、エアサスペンションのフラッツモール型シャシーにテレスコピックシリンダー、スウェーデン鋼を曲げ加工した鍋底タイプ、 ST ダンプを仮装した最軽量ダンプトレーラーです。ボディ裏面の縦量横量を薄型にし、床面地上高を低くすることによりダンプアップ時の安全性も向上しました。フラッツモール型メガダンプトレーラー、フラッツモール型エアサストレーラーにスウェーデン鋼を曲げ加工した鍋底タイプのアオリボディを加装しました。テレスコピックシリンダーを使用し、ボディ裏面の縦量横量を限りなく薄くし、床面地上高を低くすることができ、クラス最高の46リューベという大容量を実現しました。小平型土砂用 ST ダンプトレーラー、リーフサスペンションシャシーに車両総重量30トンの二軸ショートタイプを設定しました。ボディはスウェーデン鋼を曲げ加工した鍋底タイプで、強度・耐久性を保ちながら軽量化を実現、現場での取り回しも容易で都市部での運行など人や街に優しいダンプトレーラーです。小平型平ボディ兼用ダンプトレーラー、リーフサス